方散歩始まりました。今回の方散歩はですね、新潟県の大川町市やってきております。この大川町はですね、いっぱいあるんですけど、京津京っていうのがね、一番有名らしくて、ラルクのミュージックビデオを撮った時にしたらしいんですけど、京津京はね、行けないと最初に紹介してもらうんですけど、これ以外のところに行きましたけど、だからお祭りとかがね、結構盛んに行われてるらしいですよ。このね、道の駅クロステア、この中にある幸せを傘つるしみなっていうのはね、これが結構有名らしくて、人を悩ませる煩悩っていうものを、ね、するというかね、そのなんか、いわれがあるらしいです。まあなんかこう、余分なこと考えなくなるよね。これ、火炎型土器って教科書で見たことあるの？これ縄文時代とか弥生時代とか違うかな、わかんないけど、でもなんでこうなんだ。この火炎土器のすごいレプリカとかクリスタルキューブとかもあるんだ。マグカップはマニアックだな、これは。はい、ここね、笹山縄文館やってきましたけど、どうやらここにね、火炎型土器があるということで、ちょっとね、上のボタンも開いてなくてですね、ちょっとないですね。火炎型土器がね、こう発掘されたっていうだけあって、昔ながらの立ち上がった空気を、窓もあって、でも窓はあるけど、中は濡れないっていう。はい、ということでね、城下町散歩させていただきました。駅にはですね、ランチの芸術のホテルがほとんどついてます。芸術が結構ね、盛んなんですよ。駅の近くにちょうど来たのかな。